ペッタン可愛いでしょ。いつも可愛い。ハッピーさんハート、ハッピーさんブホー、ありがとうございます。今日はね、クリスマスらしいことはしてないからね、今日はクリスマスじゃないんだと思う。私の中では、でもほとんどの人もそうかな。もうサンタさん来ないもんだって、小学校6年生から。プレゼント交換もしないからさ、家族内でも友達でもしてなかったから、クリスマスにプレゼントをもらうってことはいつからやってないのかわかんない。まあ小学校6年生か。中1からはもうしてないんだよな。ケーキも食べてないの。チキンも食べてない。でも自分の食べたい食べ物は食べたけど、クリスマスっていう食べ物ではない。こんばんは、こんばんは。こんばんは、やっほーやっほー。いいなぁ、まあ、サンタさん信じてるよ。信じてるからこそ来なくて、素直に悲しいんだ。そう、悔しいなぁ。でもみんな大体小学校6年生で終わらない？サンタさん来るの。ピエン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 、つらくて。あー、煙突がないから。いやでもないんだよ。なくても来てたんだよな、昔まで。夜になるとすごいな、ブンブン。お父さんやめなって。やば、かっこいい男前のお父さんだね。こんばんは、こんばんは。ピエノ出してる？初めて自分で歌ったかも。うずいさんグッズ送ってくれそうな希望です。確かにうずいさんは嬉しい。うずいさんのグッズじゃなくて、うずい天元さん送ってくれるんですよね、その言葉は。あ、グッズって書いてあった。くそーくそー、こんばんは、こんばんは。うずいさんじゃなかったか。うずいさんが家に行ったら幸せだろうな。守ってくれそう。いや、守ってくれるよね、当たり前か。優しい、紳士だし。本人じゃなかったよ。たわ、きっと。嘘、私のこのさ、目の前の画面にさ、星しかないんだけど。嘘、ハッピーさんじゃん、ハッピーさんじゃん。なんで映んないんだろう。このね、コメント欄のところにはあった。なんでだろう。ハッピーさん、クリスマスのクマタワーありがとうございます。いいのに。ありがとうございます。かわいい、かわいい。今日までなのかな。今日過ぎたらクリスマス言えないもんね、明日。ハッピーさんリース、ハッピーさんハート、ハッピーさん、なんだっけ、ミラーボール、ありがとうございます。かわちい、クマがいない。なんでいないんだろう。私の携帯バグかな。サンタさんが来ました。ありがとうございます。嬉しい、かわいいのに。次はお正月か、早いね。確かに過ぎるより先に出した方がいいもんね、季節のものは。なんでいないんだろうね。自分の意思がしっかりある、よく言えば。悪く言えば頑固。絶対にやる。あの、去年みたいな握手会とかだったらやるけど、だってもう仕事指定されたもんだからね。今は自由じゃん、配信っていう。
だし、あとあれだよ、私は毎日配信してるからねって思っちゃう。こんばんは。こんばんは。ね、ちょっとみんなが思ってる推しじゃなくてごめんね。なんだっけ、逆かな。こう考えたんですよ、スプラトゥーンと鬼滅スイッチのショップ見て、どうしようって。まだね、買ってないの。買うならさ、私やっぱり手元に残るあれが欲しいの。ダウンロード版じゃない方で買いたいから、まあ、結局家にいるから買えないんだけどね、今は。こんばんは。こんばんは。ドラムに関しては乗ってる。ああ、そうかもしれない。でも好きなものだからな。あ、乗ってるか。ポケモンとか目が印象的。本当に嘘。でも意外に私言われるかもしれない。ね、そうなの？あれかな、次のだからかな。ちょっとこんばんは。こんばんは。悩んでんだよな。買いたいんだけどな。でもスプラトゥーンはやっぱり私スイッチライトの方だからやりづらいかなと思って、ちょっと選択肢から外れそうなんですよ。はい、鬼滅にハマっちゃった。やっぱそうなんだよ、鬼滅はね、ちょっと例外。なんか本当に本当に例外。普段アニメとかハマらない人でもハマっちゃう作品だと思う、勝手に思ってる。天使の猫のアバターさん、雪の結晶たくさん、カレーのアバターさんプレゼントありがとうございます。そっか、スプラも結構前から流行ってるのか。そっか、発売からもう数ヶ月経ってるもんね、スプラって。なんか、どうしよう。映画見た？鬼滅見た。4DX もうそろだよね。見たいんだよな、一回。そしたらふえちゃんと行こうかな。ふえちゃん映画見る、見たいって言ってたから、ついでに。いやでもさすがに 4DX じゃないか。いや勝手に一人で行こう。一人で興奮してよ。4DX 見て。いやなんかもうさ、周り気にせず見れるじゃん、一人って。余韻に浸りながら、そう、心で、あ、これ良かったなってもう一回考えられる。いいぞ。4、ありがとうございます。そうだよ、ポケモンの映画も見たいんだよ。ポケモンの映画完璧に一人だね。あ、私初めて新聞に載ったかも知れない、中京スポーツさんもそうだし、本当に新聞に載るっていうことが初めてだったから、多分そうだよね。自分で今買ったことがないから初だと思う。2ヶ月以内に買える。あ、そうなの。すごい知ってる方がたくさんいる。調べよう。ちょっとありがとうございます。悲しい、他のメンバーにも言おう、言おうかな。みんな今日何食べたの、クリスマスで。タルト食べればよかった。ケーキは食べるならタルトがいいんですよ。それかサーティワンのアイスのケーキ。電話で簡単に送ってくれるね。そうなんだ、ありがとうございます。知らない。こんばんは。こんばんは。パスタ食べたい。塩鍋なんて読むんだろう。お鍋いいな。ケンタいいな、食べたい。まだ何も食べてない。これから
らケーキ、え、今日まだ食べてない、え、もう一日終わっちゃうけど、お寿司、ケーキは昨日、チキンモンブラン、いいな、カンパーニュ平塚のケーキ初めて聞いた、かっこいい美味しそう、卵サラダ美味しそう、さてはケーキ、ん、ケーキ食べてます、ずるいキムチ水餃子美味しそう、韓国チキンとピザ、え、食べた、食べたい、食べたい、もう私韓国のチキンが一番食べたいかも、ケンタのチキンも食べたいけど、先の冷凍餅めちゃめちゃ早いねかぼちゃの煮物食べたい、おばあちゃんの食べたい、いいな、カレー食べたい、もつ鍋食べたい、ハッピーさんご飯食べた、食べた食べたから今ぐっすり中、食べたい、でもさ今から何か食べようと思っても10時過ぎたから食べれん、最近食にさあんまりストレス溜め込まないようにしてて、その時食べたいものをね結構食べてる方なんですよ、今までと比べると全然ねでも代わりに夜の6時7時以降は食べないようにしてるの、だからそろそろお腹空くかな、早く寝なきゃいけない、いっぱい食べるけど6時7時には終わらせる全部、そうするとあんまり体重は変わらん、まあ運動すればスポーツなんとかってあるじゃないですか、なんだっけ、ジムだ、ジムだとさやっぱりみんな頑張ってる人が多いし、監視カメラあるしトレーナーさんがいるからやらなきゃ言われるじゃんだからできるんだよね、人間あれなんだ、そうなの、やっぱそうだよね、クマ、ホッピーさん雪の結晶ありがとうございます、そう感謝されてサボれない、そうなんだよ確かにサボる人見てるわけ、そうでもなんかあった時にやっぱりさスタッフさんに見られるじゃないですか、私結構監視カメラね気にするんですよそうなんだよ、コンビニでアルバイトしてた時ねめっちゃ見てたもん、監視カメラ裏にいた時めっちゃ見てた、気になってしょうがなかった、なんか休憩の時とか携帯見てたけど監視カメラもめっちゃ見てた、でもあれだね、どのぐらい今お客さんがいるのかなっていうのも込めて見てたんだけど、まあそれ以外にもあるねちゃんとお店のスタッフさんだから猫の後ろ姿かわいいでしょ、結構今ガチね、ハッピーターン、ハッピーさんプレゼントありがとうございます、そうナイアン配信でさ達成したって言ってて、達成する前に私もさミッションでもらったプレゼントをね投げようとしたんですよ、でも達成してたので投げませんでした そう、あれさみんな50個はもらえるんだもんね、無料で、だし私もねもう昇格して SNS が始められたからショールームとツイッターを連携されてるからギフト無料の送ってもいいんですよ、ちゃんと反映されるようになってるから、そう投げたらカウントされるからいいじゃんって思ったんだけど、
誰かいないかな私50個あるから、みんな50個。そう、私はありがたいことに昨日かな、一昨日かな、皆さんのおかげで達成しましたので、そうそう、いただきます、クリスマスプレゼントだねっていうお話をしました、配信で。ありがとうございます今日までなんだ、ギリギリだ。多分内容、イベントのこと知らなかったんじゃない？私もだって知らなかったもん。おめでとう、ありがとうございますそう、ふえちゃんはどうだろう、もう配信終わっちゃったかな。キャさん達成したって言ってたし、かえにゃんとか、残ってた。さあどうするの。私はもうね、ありがたいことに達成したので、他のメンバーでもしね、欲しいって言ってる子がいたら、その子に投げてあげてくださいお願いします。そう、知らないイベント、知らないね、もちろん。そうなんだよね、なんでちょっとね、私には分かりづらいよな。毎日やってるの達成してるっぽい。あ、そっか、なら安心かな。クレニュー達成してた。あ、本当？よかった。アフロのアバターさん、雪の結晶、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。来月初めてお話ができそう嬉しい、ありがとうございますね。みんな結構もらえるそうだね。じゃあメンバーともお揃いだ。前回の何にも帽子をつけてないクマのぬいぐるみもあるので、そう、今日だよね、確かクリスマスって言ってたな。あの AKB さん、ドラフト3期生さんかな、今日からこの間ね、昇格した方たちがツイッターを始めてたんですよ。で、一人フォローしたら返してくださったんですよその子がちょっと気になってて、いや前にね、そう AKB さんのドボンで当たった方なんですよ。そこから気になって、そしたらめちゃめちゃ可愛くて、ゆずっていう感じがついてた気がします。私より年齢は低かったはずですそっか、21歳、当たり前か。みんな若くてびっくりしちゃった。吉橋さん、そう、その方です、伊塚さんです合ってた、伊豆っていう感じ、そうですそうです、前とボーン当たりました。いや最近ね、当たるんですよイケメンさんの方と嬉しい、嬉しいの、こっそりやってるからね私。でいつかあのエイトのかまちゆきなちゃんと当たることをちょっとね願ってるんだけど、なかなか当たらなくてですね、嬉しいですよね当たりたいんだよ、ゆきなちゃんと。755で結構 何分何秒でやってるっていうねことをゆきなちゃん言ってるから、それで試してるんだけど、前ね当たらんかったファンの方には当たったけど、そう、当たったらさ報告したかったのに、そう、難しいよな。イズリンさん推しだったはず、すごい、そうなんだ、かわいい。こんばんは、こんばんは
様です、お疲れ様です。サイト当たりたい、嘘、じゃあね、大富豪やろうかな、配信終わり、今日は配信で言うのでサーヤタイムでやります。何時からやろうかな、ハッピーボトル送ってからにするから、今日金曜日だよね、みんなお休みかな明日。うん、10時33分からサイタイムでやります。え、お仕事の方がいっぱいいる。え、うん、土曜日なのに、頑張ってください。頑張って、そう、配信終わり10時33分からやります。久しぶりにサイタイムの気がする。自分の位を一言に毎回書くので、いいねを押してください。自分のカードがね、まだ N と R しか出てないの。次があのダイヤが溜まったからシークレット確定なんですよ。そこで自分が出れば良い、出ればいいな。ちなみにカイニャのシークレットはもう2枚出てるの。嬉しい、嬉しいけど、その1枚私出て